え、寒い。これ何度？マジやべえんだけど、これこれめっちゃ寒いんだけど。ちっちゃくなってないと無理だ。ちっちゃくなってないと前のゾゾゾゾの人寒そう。マジ寒いよ。なんでそんな格好でやってんの。いやでもボビー美味しかった。美味しかった、すごい美味しかった。すごい雰囲気もいいとこでね。え、これはリピーターがいっぱいいるのも分かる。分かるね。また来たいですね。いや美味しかったね、ボビー。うん、美味しかった。でまた食べたいんだけど混んでるね。何ダンス？体を動かすダンス。そう？はい。体を動かすダンス。みんなやんないよ。なんでだ？後ろの人。体を動かすダンス。みんなやんないよ。走ります。今日楽しかったね。楽しかったね。楽しかった。これぐらいの方がいいよ。うん。なかなか縛りがあんまりありすぎても。そうだね。楽しめないし。あのダラダラして。あの感じがいい。これはもう確定じゃないですか、来年やんの。ハロウィン？ハロウィン。またハロウィン？ハロウィンツーリングはもう毎年恒例できる。しかもこれ一回やって動画出しちゃえばもう次から来る人も、あ、もう、あ、もうこんな感じでいいのね。そうそうそう、この雰囲気でできんだみたいな。そうっていうのを、まあ、まず今回の動画でお伝えしたい。そうだね、まあ、極力仮装だけど。そう、極力です。そうそう、ちょこっとでもいいし、なんとか風でもいいし。風でもいいし。だってもう普通の格好でさ、うん、小学生だ。どこどこ？左、右か。普通の格好で来てもさ、別にさ、うん、クレヨンしんちゃんの、あ、猫、猫、猫。クレヨンしんちゃんのパパの真似みたいなのでもいいじゃん。うん。父ちゃんの真似とか、マスオさんの真似とかね、全然、うん、言ったもん勝ちでしょ。そうだね。言ったもん勝ち、うん、だからいいんですよ、ちょっと気にしないで。もう気持ちだけ十分、もう楽しい。そう、あのちゃんとね、本気で遊びに仮装してくる人はもう何人かいるから。それであの全然もう成り立ってるから大丈夫です。そうだね、うん、仮装してあんまり仮装してこない人でもいても全然わかんない。うん、めっちゃ混んでるな。うん、なんかピカピカやってるよ。誰？わかんない、何のマーク？どれ？後ろ？うん、あ、ウィンカー出てるって言ってる。何のマークって自分のマーク。あなたに教えてやるわけですよ。私。ウィンが出てますよだよ。あ、私ね。しかもどこ、ウィンカどこだっけみたいな。ウィンカどこだっけってない。あ、私ですか。私ですよ。あ、なんかピカピカ教えてくれたと思ってないかなと。何、人事みたいに言ってる。あ、私ね。なんかやってるよみたいな。そうそうそう。人事じゃないか。あれだ。あれだ。あれだ。それだ。そう、あ、小学生。小学生、なんだあれみたいな。な、
完全に一人は俺を指さしてたのよ。な普通クッパだろ、小学生なら。ゾゾスーツだよね。普通クッパだろ、小学生が食いつくの。ゾゾスーツだよね。なんでゾゾスーツに食いつくんだ。うん、もう一段、小学生の。このバイクの音で。反対組が誰か一人でも気づくと、まだ気づきません、誰も。誰も後ろを見ていません。あ、気づいた、今女の子気づいた。一足のままなんだけど。俺も一足。見てない、危ないから前見て。だって全然気づいてくれないだもん。こんなおかしな人が走ってる。こんだけおかしな人走ってるのさ、ダメだよ、下向いて歩いてちゃう。危ないよ。そうだよね、うん、ちょうどこう信号が変わるタイミングで捕まれば、うん、降りられるかも。カメラ写真撮るのに。あ、クッパほらダメだな、帽子が飛んでっちゃう。ダメだね。なんかマジックテープかなんかつけてばよかったね。そうだね。オスメスつけとけば。そうだね。両面だとあれだけど、完全につきっぱになっちゃうけど。そうだね。あ、マジックテープいいね。なんか教えてあげた方がいいよ、次は。何がそういう時はマジックテープがいいですよって。そう、もう何のプロなんだよ。ちゃんと教えてあげた方がいいよ。そんなわけで今日はハロウィンツーリングボビーに行くの巻でした。の巻でした。仮装、仮装、やっぱ仮装して走るの楽しい。楽しいね。めっちゃ楽しかった。楽しいよ、多分もう年に1回ぐらいしかできない、うん、あれだから。また来年もやると思います。はい。ので今日この動画を見て面白そうだなと思ったそこのあなた、はい、はい、来年は一緒に走りませんか。走りましょう。まず現地に来て着替えるっていう手があるから。全然あの自分たちと走ってる間だけとかそういうので大丈夫です。そうそう、多分恥ずかしくないだろうね、きっと。みんなで走れば恥ずかしくもないし。そう、家から来てくるってなるとちょっと抵抗しているけど。なかなかハードル高くなっちゃうけど。そうだね、現地でみんなで仮装して走れば楽しめると思います。はい。そんなわけで、はい、今週はこれにて終わり。終わり。また。また来週。また来週。バイバーイ。バイバーイ。なんかグローブも赤く光ってる。死神とリンクしてたんだけど。怖いね、うん。全部光ってる。あれ、そういえば光るリングどうしたの？持ってこなかったの？光るリングは持ってこなかった。あんまりそんな暗くなるまでに帰るかなと思って。あ、そうだね。いっぱい買ったのにね、いろんなの。うん。100本入りなのに。この骸骨すごい人気だったね。やっぱり俺のセンス。センス？すごいけんだけど。これを見つけてきたセンス？よく見つけたね。ドンキに持ってたけど、まさかあれがここについてるとは思わないよね。あれだってドンキも売ってるかどうかは微妙だったじゃん。上の方に飾ってある感じでさ。そうだね、確かに値段とか多分ついてなかったもんね、うん、これを見つけてきたかな、やっぱね、うん、俺たちのこの仮想慣れ仮想慣れだよ。まだ2回目だけど、仮想レベルがちょっと高いから他の人。まだ2回目だけどね。まだ2回目だけど、うん、これまあ年々ちょっとレベル上がっていっちゃうと。ちょっとそれは困るな。この辺で落ち着いとこうよ。まあまああんまりやりすぎてね、あんまり頻度が落ちちゃうと良くないから。そうだね、うん、今年はいいよとかなっちゃうから、あんまりやりすぎると。そう、この程度でそういい感じで
追われてるのに。うん。どうしましょう。あの、そのさ、ずっとつけといたらそれ。何？その。ドラキー？そう、なんか角のさ、ついてるヘルメットあんじゃん。うん。それみたいな感じ。角？そう。ドラキーなら、その、ドラキーじゃなくて赤い角。大丈夫かなこれずっとつけて。うん。全然普通だよ。そういうヘルメットあるじゃんだって。あんまりこの角タイプはいないと思う。猫耳とかならよくある。だからいいんじゃないその。なんかこっちはこっちでほらこのまま赤いリボンで。まあね。取れるまでにじゃつけておきましょうか。自然に取れる。自然に取れるまで。ドラキーはどうしようか。ちょっとダサいよね、そんな赤い角、ドラッキーはそのままでもいいけどさ。赤い角はだってさ、今日以外何の意味がないの。そうだよね。ちょっとダサいね。ダサいんですよね。牛。え？牛。牛だからね。はい、出れちゃった。死神さんの顔が見えない。死神さん向こうだから。写真撮ってるタイミングで目が光っててくれればいいんだけど。うん。何枚か撮っとこう。うん。青だよまだ。まだいけるね。うん。なかなかいい写真撮れたね。自分の顔はいいの？ここで？うん。ここで俺の自分の顔いらない？いらなくない？もう光ったよ、もう光ったよ、ほら。早く。